よろしく、オーケー、イソジンです。はーい。ということで今日は変態家族、変態ファミリーをやっていこうと思います。プレイスタート。さて、まあ、泊まりに来たということだけれども、あ、もう一回読むかこれ。今日は出張で京都にやってきた。無事に商談も終わり、気づいたら夜になっていた。夜行バスで大都会埼玉に帰ろうと考えていた頃、同期の山下が、俺、京都に実家あるね。よかったら、うち泊まっていけへん。明日は土曜で休みやし、と言われた。どうせ、家に帰っても暇だし、その提案に乗ることにした。ということで、NEXT! まずね、どういう、何をしてクリアなのかっていうのがね、全然わかんない。おっと、なんか、めちゃめちゃいい感じの音楽が流れている？これなんだっけ？オルガン？オルガン系の音だよな。オルガン系の音。で、まずまあ探索するか。もしかしたらさ、なんか自分に危害は全然加わらんで、なんかただ過ごしてくださいみたいな、そういうね、めちゃめちゃ平和なゲームの可能性もあるからね。コンセントでかっ。どんだけでかい家電使おうとしてんの。いや、なんかもうパズルがありそうな感じがすごい、マジで。え、音遠くまで来ないんだね。これ何？ボルダリング？カトリ、ずー！カトリ線香？カトリ線香？仮面が2つあるね。狼とかかな？なんかめちゃめちゃさ、でかい。うわ、怖っ。もうこんなん拷問キングじゃん、どう考えても。とりあえず、家にね、誰かがいるかもしれんから、ちょっと見てみる。これは？外？外か。テレビがあって、パソコンがあって、まあ、果物があって、まあ、特にね、何も。近づくと音が鳴るんだ。斬新だね。誰かいませんか？誰か？いや、個性的だな、もういちいち。これ何？これ、竜だよね、多分。竜。なんか高そうだね。これは何の本？こういうのが趣味か。どんな立場で言ってんの？誰の部屋かもわかんないのにそんなこと言っちゃダメでしょ。誰の部屋なんだろうね、ここ。俺は昔はよくやってたな。あ、ギターやってたんだ、俺。うん。ま、音楽、好きなんだね、音楽が。アコギってさ、なんか指がさ、めっちゃ痛くならん。タコできるよな。違う部屋行ってみるか。ここら辺は？何も押せないから。ロッか、なんかここだけめちゃめちゃ汚くね？これはクッキングヒーターみたいな感じ？ね。じゃあ違う部屋に行ってみましょう。誰かいる？ダブルベッド？あ、なんかちょっとなんか、あー、これトリプルベッドぐらいない？ダブルベッドってさ、もっと狭くね？なんか広くねえか？わからん。誰かいる？こんにちは。山下？山下は？同僚の山下？泊まりに来たわけだからな。いきなりさ、なんか住人がさ、走ってきたりしないよね。マジで。うんうん。光？あ、使用上のなんかバグ。使用上のバグだ、多分。あれ？でも、マジでさ、誰もいないよね、本当に。いいのかな、こんな人の部屋、人の家でさ、こんな歩き回っちゃって。あ、みんな来てくれてありがとうね。ありがとう、ありがとう。うわぁ、待って、誰かいるよ。誰かいるよ。ちょっと待って。いきなり、なんか今、誰かがいたね。こんにちは。あー、なんか、お手手が長い、ね。これが山下かな。よし。兄さん。山下の、びっくりした。めっちゃ滑るじゃん。どうした？大丈夫なのかな？なんか接触測って。待って。負け？嘘。ちょっと待って。
え、なに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 、え、なんで裏の世界みたいに言ってんの。え、なんで俺さ、そんな怖いゲームじゃなくて、なんかあの普通にうわー変なのわははみたいなバカゲーだと思ってたんだけど、違う感じもしかして。え、あの人誰マジで。山下、山下じゃないの。変わんないね。え、やっぱ行ったことある部屋に行ってしまう人間の習性ってやつね。何もいないね。あれ、なんか思ってたんと違うね。思ってたんと違うよな。ここは寝室。え、みんなさ、え、待って、割れたよ割れたよ。どこどこ割れた今。俺の心のハートは割れてないぞ。ここ、でもガラスなかったよね多分。ここに、え、行ってない部屋多分あるよな、まだ。そろそろさ、なんか出てきそうというかさ、待って、誰このゲーム。ホラー、まあ、若干のホラー要素があるようですね今のところ。これは誰だろう。妹、弟。ここの部屋とかね、俺行ったことないんだよ実は。ここは何だろう。あ、玄関ですか。バイクがあって外に出れる。で、ドアノブ多いなこれ。どれ握ったらいいか迷うじゃん。クモの家だよこれ。うわ待って、気のせいだった。なんかドアがね勝手に開いたような気がしたんだけどね。気のせいだったね。みんな怖いね。気のせいって本当に怖くてさ、もう自分の妄想がね一番怖かったりするんだよこういうのってね。本当の恐怖っていうのは得体の知れないものだから基本的に。例えばこういう感じのね、こういう感じの、もう何なのか意味がわからないものが一番怖いんよ。具体的にね、姿があるものは別に怖くないわけ。だってこれとかさ、怖くないでしょ。いや、怖いな、これ。この人にさ、接触しないと進まないんじゃないもしかして。うっす。え、ぶつかっていいのかな。やだな、なんか。え、でも他にさ、何もできないしね。え、じゃあ、もう一回触れてみる？触れるだけならタダでしょ。お母様、お邪魔してます。え、お母様なんだ。ちょっと買い物行ってくるわ。え？人間じゃない？もしかして。人間じゃない？あ、すいません。ちょっとなんか画面がね、ちょっと今大変汚れておりました。申し訳ございませんでした。あー、そういう、なんかドラえもんでこういう動画あるよね。ドンブラコだっけ？どういう状況？わかんない。まあ、とりあえずね、同僚の山下の家に泊まりに来たら、なんか、住人が個性的みたいな状況かな、強いて言うなら。え、どうする？お母様の後追っかけた方がいいか？もしかして。あ、出れないよな、やっぱ。さすがにお母様だけの特殊能力なのかな、やっぱ。いや、この人形気になるんだよな、マジで。接触していいかな？あ、接触はいい感じだわ、多分。じゃあ、オブジェクトだね、多分。他の部屋調べてみる？え、待って待って待って。誰誰誰誰？昨日もこんなんあったぞ。おとといか。え、どこどこどこ？上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 ？どこ？どこ？玄関どこだっけ？玄関？玄関？なんで暗いの？いや、俺もそれわからん。落ち着け落ち着け。玄関は玄関、玄関こっち。ノックがしたら玄関でしょ。ああ、待って、誰？お前は誰だ？俺は、そうか、変態だな、貴様。え？は？だったら逃がさない。ちょっと待って。待って。遅い。意外と遅かった、全然。え、もうここでぐるぐる回るしかないじゃん。まあ、でもなんか上半身がさ、ちょっと筋肉が隆々しすぎてさ、一発で負けるってこんなん。武器ないし、武器ないし、うわぁ、待って、どうしたらいいこれ。やばい。鬼ごっこでこういう状況に良くなるやつ。
でも手伸ばしてこないからなんとかなってる。どうする？どうする？一旦違う場所に行ってみよう。一旦。山下どこ？山下。え、ダメかな、ここ行ったら。え、待って、もう無理じゃん、無理じゃん、ごめん。はぁ、なんだこの音楽。陽気だね。一旦捕まった結果こうなっちゃったよ、みんな。いや、いい音楽なんだけどね、リトライ。お母様いないね。あ、じゃあもうこっからか。なあ、は、なあ、え、なんで、誰いんの、んな、誰かいんだけど。え、今のはゲームオーバーしないと進まない場所なのかな、もしかして。もう俺この子が気になってさ、仕方ないんだけど。絶対動き出すよ、あの子。で、ベイビーちゃんとか絶対言い出す、マジで。気をつけよう。ん？待って。え、なんかさ、え、全部もう、寝静まってるじゃん。こっちは？いないね。まあ、でもさ、なんか、その、悪意ある驚かし方はしてこないじゃん、ギリギリ。そこはまだなんか、ポイントアップかな？うん。驚かせようっていう悪意は感じない。ただ、あの人たちの常識の中で、あくまでも普通に生活してますっていうね。そういう潔さは感じるから、まあ、俺は、なんだろう、憎めないかな、この家族はまだね。んなぁ！え、どこ割れた？あ、さっきのまたあれで始まるんだ。まあ、立て付け悪いな。立て付けどう、うわあ、そこからね。そこからスタートね。オッケー、お邪魔します。ちょっと買い物行ってくるわ。ちょっと待って、ミュートにする、ここだけ。はい。え、今、できたかな？匂いカットできたかな？ちょっとね、今、一瞬ミュートにすることで、匂いをカットするっていう技をやったんだけど、みんなに聞こえなかった？今、汚い音は。大丈夫かな？で、次、こっちでしょ、多分。なんだ、この立て付け。多分、条件をね、満たしてないんだろうね、多分。なんだ。入れんだろ、実は。誰もいないだろ、絶対。あ、違う、これ、俺がさ、なんか、ボタン連打してたからかもしんない。あ、ごめん、俺ボタン連打してただけだわ。なんか、そういうさ、なんか、仕様じゃなくて、俺が連打してただけだった、ドア。だから開かなかったんだ。こう。じゃなくて、ただ一回ボタン、優しく開けるだけで、開くんですよ、みんな。勉強になったね。自分でビビってただけ。で、とりあえず逃げなきゃいけないから。お前は誰だ？俺は、山下の同僚だ。そうか、変態だな、貴様。そのセリフそっくり返すわ、マジで。は？だったら逃がさないよ。また始まるよ。はい、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 はい。どっから行ったらいいんだ、これ。次の一手がさ、マジでわかんないからさ、しかも捕まったら負けでしょ？またソファーで。え、だってさ、ここで、右往左往するしかないじゃん。あ、外出ればいいんだ。帰ればよくね。え、出れねえじゃん。ちょ、待っ！やっぱここでこうなる必要は確実にある。お前は誰だ？俺は、そうか、変態だな、貴様。俺は変態ではないんだよな。ここで回れるかな？ここで。だったら逃がさないよ。これ父親かな？はい、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 あ、待って、あー！ごめん、回れなかった。ちゃんとね、操作確認というか、しとかなきゃダメだね。うん。で、ここに、あ、ドア閉めればいいんだ。今気づいた。え、なんかさ、ただ単にドア閉めればいいだけじゃね？どこの部屋でもいいかもしんない。もしかすると。あ、誰か来た。
まあ、どこの部屋に入ったとしても一応こういう風に閉められるね。OK。もう今回はね、ちょっと、待たないでいくか。はい。でも、もう行こう、もう行こう。なんか、いい感じに閉めれない可能性あるから。え、これでいいのかな？そうか、変態だな、貴様。は。だったら逃がさないよ。え、これでどうなる？え？音がここにいてもなるんだね。でもなんかさ、ドア開けれる感じではなくね？ここに隠れて、あ！ちょっと待って、難易度どうなってる？難易度どうなってる？これ。お邪魔します。お邪魔します。お母様、お邪魔してます。じゃ、お母様を迎え撃つ。いや、違うわ。多分。ちょっと買い物行ってくるわ。はい。で、まあ、買い物行ってきてもらって、お母様をちょっとキャッチしてみる？え、でもお母様を止められる様子、お母様が入ってくる。俺の中に。なんか今すげえ入ってきた感じした。あ、え、早くね？お前は誰だ？え、俺は俺。よろしく、あ、オッケー、イソジンです。そうか、変態だな、貴様。え、なんで？変態じゃないですよ。は？ここでなんかイベントがさ、始まんねえかな？ダメかな？ダメかな？やっぱ。ダメかな？ダメかな？待て待て、走ろう、走ろう。あーん！こう違うなぁ。電気、でもあっちに誘導したからといって何かが起きるわけなく、あ、待って。全然気づかなかった、マジで。部屋あんだ、ここに。うーわ、これカーテンなんだ。今気づいた。カーテンだわ、これ。え？トイレじゃん。風呂じゃん。トイレ二つ、こう並び方おかしくないか、こんな。こんな並ぶ言葉ないでしょう。なんかお風呂にす、カーテンの柄キモ。確かにキモいな。そっか、ここ来れんの知らなかったな。なんかここら辺にもなかった、カーテンみたいな。あれ？ここ何？お前は誰だ？あ、トイレ。俺は？ここ大丈夫かな、ここ。は？お風呂ドアないんだ。なさそうだね、なんか。トイレとかさ。いや、多分、やっぱ貫通するんだ。貫通式なんだ。もう、扉開けんのが難しいんだ。はーい、割れたんだ。割れたあった、割れたあった。お邪魔して回すんだ。お風呂直帰で行くわ。トイレだったらさ、もしかしたらさ、二人で並んでさ、え、何どういうこと、え、どういうこと、え、わかんない、わかんない、わかんない。あ。ああ。何を見せられてるんだ、俺は。でもなんか家族みんな仲いいというかさ、いいゲームだった。チャンネル登録者46億。すごいな。はい。ということで、変態家族、今日は、やってきました。いや、とてもね、なんか個性的なゲームで、そうかさ、やっぱお風呂に行かなきゃいけなかったんだね。意外と、まあ、ボリュームはなかったけれども、なんか、濃厚なね、時間を過ごせた気がします。みんなはどうだったかな？ぜひ感想とかをコメント欄に残しててくれたら嬉しいな。いやでもなかなか愉快な音楽でさ、逃げんの楽しかったな。うん。って感じで、ぜひ高評価忘れないように。では、お疲れ。